本間陽子は神奈川県出身のバレリーナ。日本人として初めてボリショイバレエ団でソリストとして出演した。ボリショイ劇場附属バレエ学校を卒業した初の日本人でもある。日本人バレリーナ海外進出の先駆けとして活躍。日本よりは海外で活躍した。3歳よりバレエを始め薄井賢治に支持する。10歳で。 チャイコフスキー記念東京バレエ学校に入学、スラミフィ・メッセレルに学ぶ。1965年、メッセレルの推薦により日本人として初めて、モスクワボリショイ劇場附属バレエ学校に留学。1967年の卒業国家試験の後、ボリショイバレエ団に研修生として入団した。エカテリーナ・マクシーモアと共にエリザベータ・タゲルトのクラスで、学び、同バレエ団。 白鳥の湖公園の大二幕で6人の花嫁を踊った。1967年から1974年にかけてモンテカルロ、ニューヨーク、ドイツのバレエ団に所属。ドイツ ZDF のテレビ番組にプロダンサーとしてレギュラー出演。1968年、モンテカルロバレエ団に所属。ヌレーフ等とイタリア公演に参加し、パキー,イータ、ジゼルに出演。 1975年東京で活動するとともにバレエの指導も始めた。その後鎌倉で更新の指導に当たっている。1978年頃には芸能界デビューマもないタモリも生徒だった。ミハイル・メッセレル、タチアナ・クライシナ、アレクサンダー・ミシューチンなどと親交がある。2005年、米国シアトルのインターナショナル・スクール・オブ・クラシカル・バレエ客員教師。2010年、 欧州ゴ,ゴールドコーストで現地の生徒にバレエの指導を行った。ありがとうございます。